皆さん、どうもこんにちは、ビントスです。いや、前回ね、とんでもなくいいとこで終わってしまったんですが、いや、キユさんの怒涛の告白から一体何が起こるんでしょうか。めちゃくちゃワクワクします。インテーションゴールド、どういうことなんでしょうか。全然わかりません。え、何これ、どこ、低レベルで放射能廃棄ですね。え、嘘、キユさんここで働いてた。あれじゃ、なんだ。え、まさか。おいおいおい、どうした。お前どうした、何やってんだ。やばい、なんか漏れてる。そういうこと。これはやばいよ、キユさん。あんた、大丈夫か、マスクが。やばいや、マスクないよ。ダメだ、リオさん。そこは廃炉中の原発から出る放射性廃棄物の一時貯蔵庫でな。フォークリフトの運転手は急な発作で不可抗力だった。バカ野郎、無茶しやがって。あといいから早く離れろ。ドラム缶に入っていたのは汚染された土やら使用済みの機材、防護服だ。なるほどね。放射性廃棄物の危険度としては低レベル。けどこんだけやばいだろ。人体に影響する数値じゃないってやつだ。本当に。だから必ずしもあの事故が俺の病気の原因だったとは言い切れない。いや、原因やろこれは、さすがに。え？そういうことがあったんか。でも、なんだって桐生さんはそんな現場に。原発って。俺は裏社会を抜ける条件として、もう日の目を見ないと誓った人間だ。周りの大事な人たちを巻き込まないためにもそうするしかなかった。すると、その後の人生でやれることは限られてくる。それで原発の廃炉作業ですか。ああ、えぐいな。それは自分から志願したんだ。志願したの。大道寺の人間にも断りを入れてな。あそこは今誰かがやらなきゃならねえ仕事へ真っ先に足を踏み入れる連中の世界だ。俺もそんな奴らの一人になりてえと思った。マジかよ。そうでもしなきゃ自分が腐っていくのを止められなかったんだ。他のやり方は思いつかなかった。思いつけるだろ、それはさすがに。格がないんだな。そういう問題か。本当なんですね、余命半年ってのは。ああ、変に気を使わせちまうのは避けたかったんだが、お前たちには伝えておいた方がいいと思ってな。いや、でも全然そんな風には見えないっすよ。いや、マジで見えないけどな。ああ、無理が効かないわけじゃない。だが無理をする状況は選びたくてな。あ、だから茜さんの家で病とやり合うのを避けようとしたんすか。ああ、そういうこと。だが俺はもともとそんな喧嘩っ早いわけじゃねえぞ。え、それは嘘だろ、さすがに。マジかよ。
キリュウさんがガンだなんて。いや、これは想定外やったわ。ならあんたこんなことしてる場合じゃねえだろう。早く医者に診てもらわねえと。とっくにやってるさ。だが俺の場合もう転移が進んでて、手術でどうにかなる状態じゃない。抗がん剤治療を気長に続けるしかねえんだ。だからってよ、そんな体で何もこんなことを。大道寺一派ってのがこの仕事をやらせてんですよね。そいつんとこ連れてってくださいよ。春日、俺が話しつけます。春日、それは違う。まあ、違うだろうな。自分からやろうって言ってるもんな。キユ、多分俺が今ここにいるのは俺自身が決めたことだ。大道寺一派の命令で仕方なく、でもお前に巻き込まれたわけでもない。じゃあなんで。静かに余生を過ごすのもいいだろう。だが俺は残された時間を。あ、まだね。あ、ダメ。家だよな、家だよな。再開、これだよな。オッケー、頑張れ。少しでもやるべきことに。びっくりした今。なんだよ、やるべきことって。大道寺一派の仕事かよ。そんなこと言ってあんた治療から逃げてるだけじゃねえのか。春日言うねえ。シャワー先に使うぞ。誰がベッドを使うかは後でじゃんけんだ。いや、これ聞いたらもう身長大会になれねえよ、こんなの。なんだよこれ。マジかよ。おい春日、大丈夫か。ああ、あの人が人間離れしてるのは知ってるけどよ、さすがに無茶だぜ。ガンなんてよ。シャワーから上がったらもう一遍病院行くよう説得しようぜ。この辺のでかい病院知ってるからよ。いや無理だ、キリュウさんは誰も止められねえ。え、キリュウさん、あん時のおやっさんと同じ目してた。覚悟を決めて、ソメか。また明日な、イジ。そうか、あん時もおやっさんは覚悟決めてたのかもしれねえな。え、キユカズ、お分かりになるってことこれ。何言ってんだ、お前。いや、俺もうまく説明できねえんだけどさ。だが、キリュウさんがああ言った以上、俺らにできることはただ一つ。速攻で仕事片付けて、一秒でも早くあの人を病院に放り込むことだ。だろ？間違いねえ、それは。なんだよ、お前だけ分かりやがって。わかんねえ。死んじまったらどうしようもねえじゃねえか。いやでもこればっかりはもうどうしようもない気がすんな。もうキーユがだって行かないって決めちゃってもんね、こう見てる感じ。どう落ち着くんだこの話。全く想像つかないんだけど今のところ。嘘でしょ。さて、じゃあ行くか。なんだ、まだ怒ってんのか春日。そうじゃありません。そりゃ急でびっくりはしましたけど。いらん心配をさせたくなかったんだが、すまないな。かえって気を使わせちまったか。
そりゃそうですよ。でも、キリュウさん、話してくれてありがとうございます。まだ知らないよりは感じるよな。もしこの先キリュウさんに何かあったら、俺は一生自分が許せなくなるとこだった。本当のこと言うと、俺はやっぱり今すぐあんたを病院にでも何でも連れて行きて。でも桐生さんの頑固さも分かってるつもりです。だからもうちょい俺らを頼っちゃくれませんか。頼る？いきなり桐生さんを病人扱いするつもりはねえけど、せっかく俺らがいるんです。もっと俺たちに頼って甘えてくださいや。まあそれはそうだよな。そうすりゃ桐生さんも変に無理しなくて済むし、俺らも嬉しい。まあ一番解決策になるよな、ね、おう。そうか、わかった。ああ、そうすることにする。厄介かけるがよろしく頼む。富澤、春日。え、ドキュース本当に影響じゃいなくなるってこと？しゃあねえな。な。まあな。でも、喜んで。じゃあ、改めて行きましょうか。ああ。そうだな。約束の時間までまだある。指投げたいな。何が待ってるかわからねえ。しっかり準備していくとしよう。確かに。富澤、この辺で買い物するならどこがいい？そうだな、アナコンダショッピングセンターかな。アナコンダショッピングセンター近いし、あそこなら何でも揃うんじゃねえかな。マジかよ。よっしゃ、じゃあまずはそこで買い出したい。金ないんだが。だって金も絶対ないんだが。お、なんだ、あれボスト。いや、おじさん何やってんだ。こんなところで密会か。あ、モスト、奇遇っすね。別に密会ってわけじゃなくて、最近仲間になった、こう、富澤君ハビを案内してもらおうと思って。おう。だっす。で、アナコンダショッピングセンターにこれから行こうとしたんすよ。うわ、楽しそうだが、あのショッピングセンターは、そんなバットに煮しめたやつがおっかねえ顔して行くとこじゃねえぜ。え？あ。確かに、なんでこんな持ってねえ。何やってんだよ、お前。悪い。仲間と気合いついていつもこれ持ってたから、つい癖で。そうか。まあいい。お前らこれからどこに何をするかは知らねえが、なんか見たことを取る必要があるなら、一ついい店を紹介してやろう。いい店？ああ、この先のフラアベニューに、ジュリズギアワークスっていうガレージがある。そこを店主は腕利きの職人でな、材料さえあれば、大抵のものは作るし、手入れをさせれば、どんなものって輝かせることができる。そのバットも、アイスの手にかかれば、きっと見つかるだろうぜ。マジっすか、そりゃすげえ。とはいえ、表には車の修理屋でな、他のことは受け付けちゃくれねえだが、俺の紹介だと言えばやってくれはず。ありがとうよ。なるほどね。教えてくれてありがとうよ、マスター。キリュウさん、トミー、先にそうガルジっていいかな。やれることやっときたいんだ。うん、おう、構わねえよ。そのあれば憂いなしでした。行っておこうぜ。無事に戻ってくるんだぜ。え、マスター、むしろ知ってる系だった。情報早くないマスター？ちょっとレベル上げてこう。これ言うわけない。アッセンジュールで俺の番だな。オーケー、これでしょうね。いくねー。俺の番だ。あまりにシュートきたんだ。おい、真の敵じゃねえか。完璧やで。これやったらなんかお金ってか装備買わんかってよかった。やってもうたで。かかって消えない。俺の番やんのかい。どうなんだ、どうなんだこれ。行ってみるか。はい。オーケー。行くで、タイヤローリング。え？やるぜ。避けられてんだけど。
んだな。はい、これいい調子だぜ。いや、結構稼げるな、こうやってやってみると。いいね。よっしゃ、行くぜ。何 16? やばすぎ。はい、いやー、行くぜ。もう待って、アイテムね。腰抜けやろうが、透明度が使え。ありがとよ。俺の番だな。で、こうか、これでいっか。はい、メガスイングいっとくか。受けてみな。はい、はい、あぶね。はい、なに、俺の番か。手数がいるな。はい、まず1回。そしてほら来いよ。はい、何、俺の番だ。どうした、ガツンと行くぜ。あーれー、よし、もらった。 OK、 これ避けねえぞ。ここでカバーしておいて、いく。いや、行っていいわ、本当に。はい、オッケー、オッケー。勝負あったら上手くない気分だぜ。いや、強すぎない？ちょっと待って、え、これ弱いやつだよね、これ。16ってこんな強いの？俺の番か。ほら来いよ。やんのか。終わらせる。はい、はい、でもやばー。46、やるぜ。受けてみな。メガスイング。全然ついてくる。待って、これよ。ほら、完全なんとかやっか。待てよ、アイテム俺全部使ってやろう。こいつで行くぜ。寝てるわ。行けるか。はいはいはい、はい、いや全然だわ。やめてくれ。上がらねえ。おい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 、こいつを。すっきりしたぜ。バーストスピットか。そう、おれー、痛すぎ。俺の番だな。どうした。はい、はい、行くぜ。はい、オッケー。調子してねえな。あまりに痛い。まだね。はい、俺の番か。俺の番だ。受けてみな。四股踏んでんじゃないよ。いや、硬くない？これよ、俺の番だな。あんま飛ばせないな、こうやって見ると。終わらせる。
あともうちょいか。なに？これが俺の真骨頂よ。あまりに硬いし痛い。ちょっと待って待って。いやー、これ装備どうにかなります？この弱さ。ちょっと待ってください。めっちゃ振り合ってきたんだけど私今。割とエグいんですけど、洋室が多いし、もう敵やたら多いし。OKOK、とりあえず装備でいってみよう、これは。マスターが言ってたガレージって、ここか？いや、わ。何かよ。え？え？どこから？ここだよ。車の下？あ？お客さん、車の整備ですか？違いますよ。あ、いや、そうじゃなくてバットの整備なんだけど。バット？あのね、うちはバット屋じゃないんだけど。まあそこをなんとか。いや、それは分かってるんだけどよ。なら帰ってくれる？いや、でもリボルバーのマスターに紹介されてさ、何でも手入れできるすげえ人がいるって。おっと、これ風向き変わったか。それを早く言ってよ。まあそうだよね。無駄な嘘つかせないで。お、じゃあやってくれるのか？うちはマスターから紹介された案件しかやらないんだ。逆にマスターの紹介なら誰でもやる。え、なんで？どういう関係のマスターと？よろしくジュリー。俺は春日、カスが一番だ。よろしくね。で、手入れするのはそのバット？おう。おじさん、いい年なのにこういうバット持ってんだ。おいおい、やめて。なかなか香ばしいね。好きなんだけど、このバット。すみません。できそうかな？勇者のバットなんですけど、これ。いつも銃や刀をいじってるんだ。バットくらい余裕だよ。舐めないで。さあ、さっさとやろう。どうしたいか言ってみて。敵が死ぬバットください。ご要望は？武器作成とかあんの？全ての属性や特殊な効果ない武器がこの武器作成で強く。え、マジ？そんなに？マジかよ、Kシリーズ。めっちゃあるやん。炎とか勇者のバット1。激量のパドルの何かってやばそう。金属バットと何これ。道具足りないってこと？一回作ってみるか、とりあえず。じゃあ、勇者のバットにまずは。ここをこうして、なかなかいい感じ。あとちょっと、これで仕上げ。一緒くらい。よし。強そう。だってすげえ。同じバットじゃねえみてえだ。全然違うバットじゃねえか。傷の修復だけじゃつまらないから、いろいろいじらせてもらった。いや、いじすじゃねえこれ。振り心地も殺傷力も上がっているはず。どう？感触は？最高だぜ。すげえ握りやすくなったし、持ってるだけで前より数段強くなった気がしてくる。確かにそんな気がするけど。あんたすげえんだな。マスターが最高の腕って言ってたのは本当なんだな。私なんてまだまだだよ。まだまだ？マスターの足元にも及ばない。え、マスターそんなすごいの？なんか言ったか？いや、気にしないで。おい、姉ちゃん。え、
先客がいるんだ。帰ってくれる？あんたに俺の武器手入れしてもらえるまでは帰れないな。私は車の整備が仕事だって言ってるでしょ。武器の手入れはしてない。なんか情報知ってるかい？いい加減その嘘やめろよ。もうネタは上がってんだよ。え？仮に武器の整備をしていたとしても、あんたみたいな霊知らずの武器の整備をする気はない。帰ってよ。このクソガキ。え？大人を舐めるなよ。さっさとやれって言ってるんだよ。おいおい、ちょっと待ってくれよ。なんだお前は。先客だよ。車整備だな。順番は守ってくれねえと困っちまうんだ。状況わかってるのか。分かったよ。確かに横入りはいけねえな。先に殺すってこと？お前を殺せば横入りにはならねえよな。だと思った今。なるほど、合理的だ。やってみるか。おう、ぶっ殺してやる。マジ？相手は考えろよ。おじゃ、行くぜ。俺の番だな。そりゃ、おい、うっ、やるぜ。おい、いいダメージ。行くぜ。めちゃめちゃピクピクしてないっす。おい、それじゃな。ゲイが松尾の得意がはるかに強いっていう。これ雑魚敵が強いだけじゃない？周りの。ちょっと待って、今更ではあるが、なんかうんだって言ったぞ今。強すぎる。もう二度とこの店に近づくんじゃねえ。いいな。二度としません。すみませんでした。大丈夫か？ああ、私は平気。たまに来るんだよ。どっかから噂聞きつけてきた、ああいうやつが。え、そう？いつもは自力で追い返すんだけど、おじさんがやってくれて楽できたよ。ありがとね。え、この子も強いってこと？めちゃくちゃ。ああ、確かに。その腕前だったら依頼したくなる連中も多いだろうな。まあね。でも私はマスターからの紹介以外はやらないって決めてるから。へえ。マスターと関係は長いのか？そんな長くはないけど、まあいろいろあってね。ここもマスターから間借りしてるんだ。実質店のオーナーみたいなもんかな。え、そうなの？そうなのか。リボルバーだけじゃなくて手広くやってんだな、あのマスター。さっきも言ったように、武器の手入れは表だってやってないんだ。口外しないように頼むよ。 OK。 まあ口外するようなやつをマスターは紹介してこないから大丈夫だとは思うけど。あ、そうなんだよね。それはそう。もちろんさ。また来てもいいか？ああ、今日は助けてもらったし、サービスでいい。でも今度からお金も払ってもらうし、手入れに必要な素材も自分で持ってきてもらう。 OK。 それでよければ来ていいよ。あ、そぼそう。あと私と同じような修理屋がアナコンダセンターの方にもいる。え、そうなの？そっちも使ってくれて構わない。連絡しとく。ありがてえ。え、スマートフォン武器練成アプリで練成した情報を確認できる。おお、いいですね。セザランクを上げることで増えていく。え、マジ？了解。えぐ。ジュリちゃん？ジュリちゃん？なんだ？おかしいか？いや、そんな可愛い呼び方されたことないから、なんだかムズがゆいな。あ、そういうこと？そうか。すまん、嫌だったら帰るけど。いや、まあいいよ、それ。まあそうだよな、まあまあ、まあいいのか、まあいいんだっていいけど。決まりだ。陽気な人だな、テンション狂うよ。大体カスガはこんなもんだけどね。え、マスター、何、マスターどうしたの？
え、なんなのマスター。いや、来たらいいじゃん。なんなの一体これ。どういう距離感マスターと俺たちは。謎なんだけど。いらっしゃい。いらっしゃい。連戦ご要望は。レンチか。あの持ってんだよな、ラチェットクランチ。へー、ホームレス。わー、装備大変そう。装備大変そう。え、最大プラス50まで。マジ。鉄パイプの方が強くない？これよく見たら。え？え？え？あれ？また来た。どういうこと？で、あれ？装備、はい。え？え、そうだよね。いらっしゃい。ご要望は？いや、これはあのこっちだったら絶対強いな。48ゴルフクラブ81トンだ。また来て。高くない。なになに。さて、勇者さんバットを手に入れを捨てたし、次はショッピングセンターで買い出したな。おう。いやー、これレベル上げんと無理くないか。かかってきやがる。俺の番だ。ガツンと行くぜ。あ、オッケー。はい。俺の番だな。まさかの。行くぜ。はい。いい調子だぜ。あ、ミノムシだよ、ミノムシ。やんのか、この野郎。行くぜ。使え。ありがとよ。おわ。え？ほらよ。あ、自動椅子耐えてバンバン使う感じが乗っかって。なるほどね。ガード作れるかな。あ、ガードも作れないんだ。はい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 。レースポイング。でも、バンバン使えよ、この。おーと微妙かもしんない。気づいたら物なくなってそう。怖っ。後悔するなよ。よし。行くぜ。オーケー。ダイヤスローイング。うしゃおー。いや、ダイヤスローイング優秀すぎねえか。もしかして。もしかしてダイヤスローイング。だいぶ優勝に気がするな。ん？えいよえいよ。行くぜ。だ。よし。行くぜ。どういうか。どういう感じだ。いけるか。はい。俺のバンク。はい、バンク振り付け。俺の番だ。ほら来いよ。はいはい。いや、こっち。一号で。コンボになんない、マジ。俺の番だな。はい、行くぜ。よし、やるぜ。バックでいいよ。はい、よし。いや、レベル上がった。
かなってなのかこれどうなんだろうな。わかんねえなこれ。アナコンダ処理機にもうなんかあるらしいからな。物をちょっと欲しいとこあるな。絶対問題。はーい。俺の番だな。もらった。はい、バッテリー。ショー。行くぜ。はい。よし。勝利勝利。どこだっけ？アナコンショップは結構向こうだね。うん、結構むちゃくちゃ向こうだったわ。俺はまだ戦える。やばこの野郎。俺の番だな。もらった。まずはタイヤスイング。はい。真の敵じゃねえか。あまりにも強い。どうしよう、困ってんじゃねえか。アルファ。アルファ。アンドリュー、アルファ。どうしたんだあいつ。最悪だ。せっかくハワイに来たっていうのに。もしパスポート取れたのか？野宿か、野垂れ死にか。日本人？なんか随分困ってそうだが。よ、どうしたんだ？パスポートでも落としたのか？え？ああ、いえ、パスポートはあるんですが。なんだ？実は、その、スマホが壊れてしまったようで。画面が全く映らなくなってしまったんです。めっちゃ本当にトラブルやん。それは旅行の情報は全部スマホに入れてたので、今晩泊まる予定のホテルの場所が全くわからなくなってしまって、このままだとどこにも泊まれず野垂れ死にしてしまうのではと。そんな大げさな。はあ、どうしよう。予約したホテル見つけなくてかなり困ってきたな。まあ手伝ってやるか。俺もホテル探すの手伝ってやろうか。ああ、一人であてもなく探すよりはマシだろう。一緒に行こうぜ。そうだったら。本当ですか。おお、いいよ。ありがとうございます。新しい土地で誰にも声をかけられず、本当に心細くて困ってたんです。で、その探してるホテルはなんて名前のホテルなんだ。確かホテルビーチサイドという感じの名前だったと思うんですが。ホテルビーチサイド、ご存知だったりします？やばり知らねえな。まあ俺もそんなに土地勘あるわけじゃねえし、ちょっとこの辺の人に聞きまくってみるか。一人くらい知ってる人いるだろう。いや絶対富澤知ってるだろこれ。すみません、出会ったばかりなのに。そんな、ありがとうございます。すみません、ホテルビーチサイドって名前のホテルどこにあるか知りませんかね。ビーチサイド、さあちょっとわからないです。わかんないか。ダメか。まあこれからだ。まあそうだよな。ちょっと場所変えて聞いてみようぜ。絶対やばいですね。絡まれるフラグじゃねこれ。場所を変えるって。すいません、この辺にホテルビーチサイドってホテルあります？ホテルビーチサイド、あ、いや知らないな。違う名前とかか、もしかして。なかなか知ってる人見つからねえな。もしかして幻のホテルか何かか。そんなはずは、普通にネットで予約しただけで。おい泣くな泣くな。何も泣くことねえじゃねえか。そのうち知ってる人も見つかるって。そうですね、ありがとうございます。会ったばかりの僕に優しくしてくれ。いや大丈夫かこいつ、逆に怖くなっていったわ。感動すぎてろ。よく泣くやつだな。いや本当に。あのお兄さん、お名前は？僕は沢井って言います。沢井くんだ。俺は春日だ。諦めないでもうちょい聞き込みしてみようぜ、沢井。な、沢井、そうだよな。はい、春日さん。めっちゃ泣いてる。日本人さん。そうだよ。ハワイにようこそ。アロハ。これどうぞ。
私からの歓迎の気持ちです。ありがとうございます。あなたにも。あ、レイ切らしちゃった。いいよいいよ。あれはいいよ、気持ちだけもらっておくぜ。じゃあ小さいですけどこの花をあげますね。気持ちだけはレイにも負けてないです。マジ綺麗でしょ。センキュー。そうだな、ありがとうよ。あのお姉さん、現地の方ですよね。そのホテルビーチサイドってご存知ないですか？ちょっと道が分からなくなってしまって。ん？ホテルビーチサイド？え？そんなホテルこの辺にないと思うけどな。マジ？そうですか、ありがとうございます。名前違うんですね、やっぱり。ホテルシーサイドじゃないですよね。だったらこの道をちょっと進んで右に入ったところにあるんですけど。絶対それだろう。あ、あ、あ、ホテルシーサイドかもしれないです、僕のホテル。お前、マジかよ。春日さん、本当にすみません。名前の雰囲気で盛大に勘違いして。まあまあまあ仕方ない、勘違い誰にもあれ。見つからねえわけだい。まあホテルの場所が分かってよかったじゃねえか。そうだな、分かったらよかったことにしよう。お姉さん、ありがとうございます。あなたのおかげで今晩宿にありつけそうです。よかったです。あ、そうそう、え、レイの代わりっていうわけじゃないんだけど、私からもちょっとしたお願いがあって。ちょっとしたお願い？実は私、学生でフラダンスのチームに入ってるんですが、衣装とか練習場所のレンタルとかでお金が必要で。あ、そういうこと。もしよかったら活動資金として少し寄付してもらえませんでしょうか？え、します、します。とも、あなたがいなければ今日野宿だったかもしれませんし、お礼の意味も込めて寄付させていただきます。こんなにいいの？え、いくらしたの？ありがとう。じゃあサービスってわけじゃないけど、ホテルまで案内してあげるわ。いいんですか？ええ、そんなに遠くないし。それじゃあ行きましょう。なんて優しいんだ、はい、よかったの。それじゃあ春日さん、僕はこれで。ありがとうございました。どう？じゃあな。騙されねえよ。いやね、なんとかなりそうだな。いい子に会えてラッキーだったな。本当か？大丈夫か？募金か。大丈夫なのかあれ。明日の朝はパスポートなくなってんじゃねえか、沢井。頑張れよ、沢井。お、なんだ？ Damn you! かかってきやがれ！ハワイのモサ？なんだっけ、種を見せんじゃねえぞ。寝てるわ！はい！よし、やるぜ！受けてみな。行ってやろうじゃねえの。おーレイ、俺の番だな。オッケー、ここね。何？ギャングステックが行くか。おい、やばい、なんて汚ねえんだこいつ。強度ぞこいつは。おい、はい、ガードか、これか。食らいやがれ。絶頂スピン。だってさあさあ、北の層で割れる。はいはいはい、やるしかねえか。いや、これ食うしかねえか。つらされた。
っとく。腰抜き野郎が高まるサンバ。いてぇ、俺の番だな。はいはいはい、まだくたばれねえ。どうした、はいはいはい、スクリーンのところに鼻ついてるのが本当に汚く見えます。はい、エクスタシーハラスメント、まずい。こいつ軽くなってるのか、だから抜いたかったのか。大げ、はいはいはい、セイ、ハチル、うまうまいけど、ヘルスがやべえ、パスやべえ、ヘルス回復できねえか。アロハアロハ、お80回復か、ミドル、はてー、ラッシーが、はい、いや高いよね。そこそこ普通にいいね出すんだよな。いいコンディションだ。いやまあ向こう行ってみるか。え？どうすっかな。What are you staring at? Run on home to mama. 昨日だ。今の悪い。やるしかねえか。おい。俺の番だ。ビビってんのか。やるのか。It's gonna hurt.ガツンと行くぜ。行くで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 、せい、俺の番だな。はい、あれ、これで多分レベルが少ない。レベルがまだか。オート回復はちょっとな、オートはちょっとなってなってるので、ここでとりあえずまずはアロハと。ハロー、あれノーアロー、俺の番だな。もらった、これいったんじゃない、一発で。あーいいよ、もうちょっとでやれそうではあるが、一息入れないか。いや、いませんよ、キリさん、まだまだ行きますよ。休む暇もありゃしね、まだくたばれね。はい、俺の番だ。俺の番だな。はい、よし、いい調子だぜ。いいね、いい感じはあるか。あ、これ飯食えるんだ。飯食えばいいんじゃない、ここで。もう一回高く食うか。全開するのかな、飯食ったら。どういう感じだったんだろう。よし、よし、よし、受けてみる。行くねーって。やるしかねえか。俺の番だな。はい、どじ、俺の番だ。よし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 、まあ、とりあえずね。アロハアロハ。お、結構回復するのでは、これ。え、いいじゃん、いいじゃん。え、高い。いや、いや、な、ほぼ 7.49 全部回復じゃないか。ここは。いやー、まあ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 。
質問確定で、はい、いただきます。ごちそうさま。 Thank you。 Aloha。 Thank you。 よしよしよし、これでもうまた戦えるで。で、これで行ってみるか。バス、あれ、あ、ここまでか。あ、なるほどね。まず見つけてないからか、ワンちゃん、これタクシーのところ。じゃあマップちょっと開拓しに行きましょうか。いや、ここで強かったんだよな、マジで。よくわかんないくらい強かったんだよな。このゲーム割と防具ガチで行き来してったな。こっちか。金もないしね。お金がないの辛すぎる。なんかもう、おいくし、いいよ。あんなこの通り3番ね。おアロハー。よっしゃ、行くぜ。俺の番だな。はい、まずバッテリー食で、はい、まずは一人と脱獄臭よく見たらやるぜ、ほら、まだ強くなっちまった。あそこに何かあるぞ。お、どこだ。開けてみるか。開いたぜ。コンテナ、勇気のペンダント。このコンテナを開けるのにたくさん鍵が必要なのか。まあその分いいもん入ってたし、他にもないか探してみよう。どんな効果の装備してみるか。勇気のコンテナ、あ、いや勇気の、へえ、ペンダント美女タイプか。めっちゃいいやん。何これ、なんだこれ、アンクルウェイト。MP 減るけど何これ。あ、そういう系。いやつけとくか。トミーはトミー健康リングつけとくか。じゃあ、はい、後悔するなよ。待って待って、やばそうなんだが。ガツンと行くぜ。オーケー、俺の番だな。やんのかい。はい、なんだよ、ほら、俺の番か。はい、はい、バックアタック強すぎ、バロタ。はい、はい、はい、いくぜ。よし、無線いた。ダメだろ、無線いた。お尻タイム体育か体育か、どこが回復するんだ。俺の番か。へぇ、食べたもん全部出ちゃうね、パンツ。さっさと始めようぜ。あれ、これ一体か。ロックデスに、はい、逮捕で、何言ってるのかあいつ。行くぜ。手数がいるな。まずは一発。はい、はい、俺の番だ。いやー、どうだろう、普通に殴るか。オッケー、俺の番か。いや、足りないな、これさすがに足りないか。まずボスでしょ。はい、よし、やるぜ。
意外硬いな。スティールレイン。なんだ。もう MP 減ったのかもしかして。許せねえ。終わらせる。はい。いいダメージ。俺の番だな。じゃあ早速いけるか。OK ナイス。俺の番だ。俺の番か。やってくれたん。悪くない気分だぜ。悪くはないかな。あ、いくつか。ドリンクマリーノ。ハロー。でこっちも行って、オギオギ、上かこれもしかして、上一回置いての、まあ、どっちなの？あこっちか。なんだ？お店の中平然っていうのかこれ、やばいやつ。俺の番か。終わらせる。はい、俺の番だな。あ、直線ダメージかこれも。いいね。あやばいかこれ。オッケーオッケー、ギリギリな感じか。やるぜ。はい。行くぜ。よし。はい。あとはドーンね。いい。ハーブいいよ。ハーブなんか使いたいね、こう考えると。なんだあのコンパショッピングセンター。あ、こっか。え、まだついてなかったの。あ、このなんかショッピングモールだけある、あのコンパショッピングセンターってこと、これもしかして。なるほど、でかいな。一応ホノルルシティ最良ショッピングセンターだからな、大概のものは揃えられると思うぜ。第5地区入り込むにここで医療準備していこう。アロハー、お前がハイに来るということで、せっかく私も来てみたぞ。え、マジ？面白いものを紹介する。アナコンドショッピングセンターの PC ショップに行ってくれ。マジで？スジモハスハワイに何やってんだろう人。雨か。え？なにこれ？これじゃない？え？何？ん？なんだこれ？なんかの撮影か。スジモ？すみません、ご不便をおかけします。何言ってんすか。もう少ししたらこのショッピングセンターを貸し切って日本のバラエティ番組の撮影をするんです。え、そうなの。日本のテレビ、ずいぶんと大掛かりなことしてんだな。ええ、予算をかけた特別番組ですからね。その名もアナコンダエスケープ。いや、まんまじゃねえか。なんなのアナコンダエスケープって。あ、アナコンダエスケープ。まあそうなればな。ご存知ないですか、うん、毎回高視聴率を叩き出す人気番組でして。え、そうなの。毎年1回ハワイのアナコンダショッピングセンターを貸し切って、大物芸能人たちが壮大な鬼ごっこをするんです、うん、どっから聞いた企画だな。と聞いたことなかったな。でもそんなに人気ならきっと面白いんだろうな。放送されたら見てみるぜ。ぜひ。今から撮るのは一般人枠で厳しい審査と選考会を勝ち抜いて挑戦権を得た人が挑む回でして、その人がまたすごいんですよ。え？ミスターアナコンダなんて呼ばれている人で、この日のために家の庭にトレーニングコースまで作っちゃうすごいストイックな方なんですよ。ミスターアナコンダ、それまた随分と気合いの入った。え？ちょっと嘘でしょ。え？河本さん出られないの。もう少ししたら一般人枠の収録始まっちゃうよ。芸能人枠は1週間後で確定してるから前倒しなんて無理だって。そんなこと言われても切れた。くそ、何やってんだ一体。どうかしたんですか今田プロデューサー。ああ、大西ちゃん、いやどうもこうもないよ。一般人枠で参加予定だった川本さんいたでしょ、ミスターアナコンダの。いたいた。うん、これから収録ですよね。
それが川本さん、いきなり痛風になっちゃったらしくて、歩くのも厳しいって連絡来てさ。マジ？ねえ、マジっすか？どうすんの？痛風じゃ気の毒ですが無理ですね。マジで辛いらしいですし。ああ、エビとビールがうまいって言ってハワイ来てからもずっと食べてたからな。そらあかんわ。そりゃダメだわ。ストイックな男なんじゃなかったのか。本当にそうだよ。プリン体か。で、今はもう痛風は仕方ない。川本さんの回復は祈るけど、今回の収録には絶対に間に合わんから、急いで代役を立てないと。代役？誰この人？どうも、ちょうどここを通りかかった人です。番組のことをちょっと話してて。ふーん、一般人ね。その割には体格もいいしタッパもある。カメラ映えはするか。よし、君で行こう。え？アナコンダエスケープの一般人枠代表として出てくれないか。は？おお。いや、そんなスナック感覚で出られるもんなのかこれ。確かに。さっき厳しい審査と選考会を乗り越えて初めて出場権が得られるって聞いたんだが。今プロデューサーである僕の鋭い眼差しで審査した結果、見事合格となったよ。おめでとう。やめよこいつで。ガバガバすぎる。いや本当にそう。お願いしますお兄さん、今日の収録を逃すともう撮れる日がないんですよ。どうだろう、チャレンジしてみてくれないか。豪華商品だってあるぞ。マジ？何くれんの？豪華商品はさておき、そもそもこれが何する番組なのかよく知らねえんだが。なんだそこからか。では説明しよう。簡単に言うと、ショッピングセンターの中を謎解きしつつ鬼ごっこをする番組さ。閉鎖された店内で繰り広げられる熾烈な駆け引き、見事ゴールまで逃げ切れれば豪華商品ゲットってなわけだ。謎シンプルだけど楽しそうでしょ。まあ確かに楽しそうではあるな。その鬼ってのはどんなやつなんだ？ああ、鬼なら彼らだよ。え？おお、結構強そうなんだね。大学の陸上部とプロレス部の子たちでね、毎年協力してもらってるんだ。言っとくけど、それぞれパワーもスピードもすごいよ。だろうな。俺あんな連中と鬼ごっこすんのかよ。まあ簡単に豪華商品がゲットできてもつまらないでしょ。まあそうだね、それに、立ち回り次第で逃げる方法だっていくらでもあるから、そこは頭を使ってさ、やってみたら絶対楽しいって。まあアトラクションみたいではあるか。よろしく頼むよ。君名前なんだっけ？春日です。俺は春日だ。春日さんか。改めて僕はプロデューサーの今田だ。今日の出会いに感謝。軽いのに。なんか見よく頼めちゃってどうしよう。時間かかそう。楽しみほしい。せっかく出してみるか。よし、それじゃあ春日さん、アナコンダエスケープに出てくれるかな。まあ出ましょう。いいとも。いいとも。面白そうだしやってやるぜ。ありがとう。恩に着るよ。まあなんかあるか教わるもんな。これで言っとくが、俺は素人だからな。演技とか取れた方とか言われてもわかんねえし、その辺は期待すんなよ。まあそうだよな、そりゃそうだわ。大丈夫大丈夫、飾らない面白さがうちの番組の売りだからさ。春日さんは深く考えずに楽しんでくれたらオッケーよ。じゃあ大西ちゃん、後の説明頼むね。僕は最終確認に行ってくるから。では簡単に番組の説明しちゃいますね。あ、お願いします、よろしく頼む。謎解きがどんなのかがちょっと怖いな。謎解きはとても苦手だ本当に。では説明していきますね。アナコンダエスケープは参加者がアナコンダショッピングセンターで鬼ごっこをする番組です。春日さんは鬼から逃げつショッピングセンターに仕掛けられているミッションをクリアしてもらいます。与えられた没時間は6分以内に見事ゴールに届ければクリアです、そのミッションというのは何なんだ、はい、ショッピングセンターの至るところにノートパソコンやコンテナが置かれています。それにアクセスして出てきたクイズに答えたり、見つけた鍵でコンテナを開けたり、パスワードを入力したり、
といった条件をクリアするとポイントが加算されて商品が豪華になるんです。クイズはアナコンダショッピングセンターのこのフロアにまつわる問題があるので予習しておくといいかもです。ミッションはたくさん解いた方がいいですが、近くには鬼も多いのでリスクを取るか商品を公開するかの駆け引きというわけです。なるほど、驚き要素ってわけか。せっかくだしやるに越したことはないな。ちなみに鬼塚どうなんだ、即終了か。いえ、鬼塚と逃げるために戦って抵抗することできます。マジ鬼と戦うことになった場合は勝つことに10秒負けてしまうと40秒ペナルティで持ち時間が減ってしまいます。そうなんだ。なので捕まったらできるだけ勝ってペナルティで引かれる時間を最小限にとどめつつ脱出を目指してください。なるほど、はい、OK。 あと陸上鬼は足が速いですが力が弱く、逆にプロレスの鬼は移動はゆっくりですが非常に鋭い鈴チリメスです。なるほど、覚えとくよ。ルールとしては大体こんな感じです。問題形は撮影を行おうと思うんですが準備はよろしいですか。 OK。準備する時間欲しいな。はい、オッケー。ここか、ここもか。アロハ。アロハ。カラオケマラカス高すぎワロタどないなっとんねんこれ。50万ドル、もうよくわかんないでなっとる。バカげてる、ありがとうね。あ、か。なんか。オーケー、マラカスをぶっちゃぶない。俺の番だな。どうした？もらった。おりゃ、止め。一番ダークサンタってなんだ。ダークヒーローかなんか、キラートリガー。ただの銃じゃねえか。やるぜ。よし。オーケー。綺麗な貝殻。ダークサンタはリアなんじゃないこれもしかして。いやこれダークサンタこれでしょ、すごいです多分これ。図鑑図鑑、あったあった。ダークサンタ絶対リアよこれ。わかるわかる、これはいたいた。聖なる夜を憎む不審な男、イチャつくカップ一応制裁を浴びせ破局を…くそやね終わってるこいつなんやこれ。あ、スジモン博士、いやめっちゃ満喫してる、何しんてんこいつがほんまに。よアロハアロハアロハじゃねえよ、なんで博士までハワイに。いやほんまや、前にも言ったがハワイにはスジモンを使った大会があるんだ。そいつにちょっと用があってな。マジか。決して遊びに来たわけじゃないぞ。いやいや遊んでるだろ。観光に興味はない。俺が興味あるのはスジモンだけだ。勘違いしないでくれ。いやお前が何を勘違いしてんだ。めちゃめちゃ観光を満喫してただろ。で、その大会ってのは何なんだ。言葉で説明するのは難しいな。その目で見てもらった方が良さそうだ。え？ついてこい。ついてこい。ああ。めっちゃマジやん。いらっしゃいませ。ご用件は。ん？その筋のものですが。あ。かしこまりました。こちらにお乗りください。え？何？こちら？ちょっと待って、どういうこと？筋神様は突然に、何それ。どういうイベント？ちょっと待って、本当にどういうイベント？わけわかんねえんだけど。すごい、スジモンスタジアムじゃんこれ。ここは
大会が開かれている地下コロシアム、通称スジモンスタジアムだ。スジモンスタジアム、やばすぎるって。ここではスジ神というスジモンたち同士を戦わせる試合が開催されているんだ。観客はどちらが勝つか予想し金をかける。まあ裏社会によくある賭け試合を大々的にやっているというところだな。ホノルルシティはギャンブルを厳しく禁じている街だ。その激しい締め付けの反動で裏にこんなでかいもんができちまったってんだから、皮肉なものさ。ハワイにこんなものが。すげえぞ。世界中に配信され、各国の富豪連中が毎試合多額の金をかけている。なるほどね。ちょうど試合をやっているみたいだな。さあ注目の一戦、四天王の一人ジャックに挑戦者バトラーマサトが挑んでいますが、バトラーマサト、マサトチームは残り一人です。くさ、頑張れ布袋。布袋おい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 、そんなもんですか。やれ、殺しても構わない。え、殺すの。ぐわぁ、布袋。いや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 、どうする、サトシじゃねえだろこいつ。まだやりますか。もう無理だろこんなの。いや、もう降参だ。勝者ジャックチーム、やはり四天王は強かった。ジャックチームには賞金が授与されます。ああ、めっちゃ強いじゃん。これが裏社会掛け試合チーム格闘大会、筋神だ。筋神か。筋神、3人の筋門を場に出して戦う団体戦だ。マネージャーと呼ばれる代表者が指揮を取る。自分のチームの筋門が全滅した方が負けだ。どっかで見たな。3対3の筋門のぶつけ合い。俺はこの形式での戦いを筋門バトルと。めちゃくちゃ面白い筋門バトルは。筋神はそんな筋門バトル最強の座を争う大会なんだ。めっちゃ稼げそうであるな。代表者であるマネージャーは筋門を集めたり鍛えたりして最強のチームを作る。なるほどね。そして試合でそいつらに的確に指示を出し勝利に導くのが役目だ。今勝ったジャックってやつは筋神のトップランカー、四天王と言われる凄腕のマネージャーの一人だ。そしてそんな四天王たちの上にいるのが最強のマネージャー、辻神マスターキング。キング、キング、あいつか。強そうで。悪い。お、そろそろ次の試合が始まりそうだな。じゃ頑張れよ。え、どういうこと。ああ、え、頑張るって何を。いや本当に何を。続いての試合はルーキー戦。シルバーコーナーは借金返済のための一攫千金を狙う新人マネージャー、井出野光一選手。対するはゴールドコーナー、世界一憎めない元ヤクザ、春日一番選手。え、なんで俺どういうことだよ。持ってないじゃん筋棒。すまん、勝手に選手登録させてもらった。詳しいことは後で話す。なんとか勝ってくれ。いやマジで、なんとか勝てって。これって筋門バトルなんだろ。筋門なんか俺一人も仲間いないし。そうだよ、持ってないよな。安心しろ、強力な俺の仲間を用意してやる。そろそろ来るはずだが。え、おーい、ハックさーい。お、ちょうど来たな。どうも、育ち安男、育ち安男でございます。え、めっちゃ弱そうなんだが。育ち道場文化祭の倉木です。元気が取り柄のポジティブ文化生井岡です。この人らは育ち安男さんとその文化生だ。育ちさんは俺がチャンピオンだった頃に一緒に戦ってくれた仲間、辻門なんだ。え、チャンピオンだったの。昔は道場やってたんだけど閉めちゃってから金がなくなってね、博士に雇ってもらったっていう間柄なんですわ。あ、そうなんだ。今回も
お金を弾んでくれるって言うから手助けに来てあげたってわけでございます。いけんのあんた。育ちさんは元道場師範だから育成や戦略などもうまくてな、初心者のお前の相棒には最適だと思ってお願いしたんだ。いやいや、御三家みたいな感じになってんやん。君が一番カスタードだったかな。一番カスタードおかしいじゃん、お前。一番だよ。前おかしいだろ。まあ、すみませんね。まあ、筋神初心者ってことだけど、私らが来たからにはもう安心ですよ。任せときなさいな。いや、任せられな、これ。いつまで待たせるんですか。春日チーム、リングインしてください。いや、まあそうだよね。まあ行ってみるか。とにかく相手を全員倒せばいい。相手は大したことない。育ちさんたちにうまく指示を出してなんとか勝ってくれ。ねえ、くそ、負けても文句言わないでくれよ。まあ、そうだよな、もう行くしかねえよな、こうやったら。それでは始めましょう、筋神ルーキー戦。 Here we go。スジモンバトルは春日一門が筋金マネージャーとなり、仲間であるファイターたちが指示してチームを勝利に導いていくバトルです。はい、まあそうですね。レッツ筋神。おめえら準備はいいか。準備はいいけど、なんだんだこのゲーム。スジモンバトル開戦だ。ただの乱闘なんだよな、パッと見。両チームとも気合は十分のようだ。今宵も始まります、筋神しょうがないな。それでは地球ファイターの私がバトルの方を教えてあげましょう。おい、楽しいな、よしけそうださん。よし、マクセムセオカズカさん。では最初は力を貯めましょう。無駄な攻撃は体力を消耗するだけです。スジモン記憶が充実した、ここぞというタイミングで出場するマネージャーの役目だぞ。マジ？あー、これでね、スジパワーだ。はい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 。消費 SP が大きい攻撃は攻撃力ですが、消費のストレートで次の芝の時間短くの。あーね、1番さん来たー。今時その記憶がビンビンでございます。加速さん、今です、攻撃を指示を。おお、オッケー、くぞ。よいしょ、あ、全員行くんだこれ。おお、めっちゃ効いてるぞ。やるぞ、スタイさん。よしよしよし、今回当然数々ナイス指示よ、名マネージャー。こんな感じで質問記憶が重視だと思ったら私に攻撃を聞いてくださいませ。ちなみに質問ファイター同士には相性があるので、相性いい相手を狙って攻撃するのも質問マネージャーの相性がいい相手。なるほどな。やべえ、光と闇はお互いあれなんだ。はいはいはい、ホットクールになっちゃうよ。はい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 、また必殺技打ちやすくなる。何それ。これが基本の木ってやつですな。それちょっと注意してくださいませ。100機も一見しかつ。オッケー、やばい、準備か。自身のターン中一度だけファイターの位置を入れ替えることを生かす。交代してファイターにカースを入れ替えて X を押すと場に出ているファイター同士を入れ替え、またはあるいは場に出ているファイターと光るファイターを交換。そうなるんだ。戦いの熱がこちらまで伝わってきます。すごい、はい、はい、あった。そろそろとっておきが飛び出すか。ヒリオタニタ顔面が変わりました。ヘリコンボ、いや結構痛いわね。ふう、私たち絶好調。今何度もできる気がしますと一応大技ぶちかましてやりますか。よっしゃ、全部打ってやったな、一気に行くぞ。チームの士気の高まりであるマネージャーポイントは、相性のいい選手への攻撃や一度にたくさんの敵への攻撃をするほど防火しやすく、またファイターを信頼が高いほど止まりやすくなると。お、いいね、やってみるか。スタソーザー、ワイか。さあ、ファイターたちの活躍に注目しましょう。行くぜ。なんだ、タイミングよく必殺を応援することで攻撃範囲や回復効果そこができます。マジ、赤は全攻撃範囲が全方位、はい、回復パスは効果が大きく上がると。緑塚の正面と斜め向かいになり攻撃効果が少し下がると。ほう、青が正面だっけね。オッケーオッケー、ジャストミート、オッケー、これが一番ってことね。いっかー、
強っ。ああまあこのもんですわ。今のすげえのとんでもいい力だぜ。このように攻撃を重ねてチームの勢を高めていくと大損チャンスが訪れます。このチャンスを生かせるかが勝負分かるんですが、なるほどね。よっしゃー、おめえら最高だったぜ。最後に決めるぜ。何これ、喜んでいいの？まあ喜んでもいいか。イエーイ、何これ。なんか嬉しいけど嬉しくない感じ、すごいなこれ。今複雑です。勝者春日一番チーム、よっしゃー勝利。いや、なんだこの動き。なんとか勝てたな。ああ、見事だ。俺の見込みは間違っていなかったようだな。いやいや、突然出されてるからね、こっちは。あれは、お、なんでバレたか。あれ、ドクターモリカサではないか。あれ、なんでバレたんだ。本当だ、元筋神マスターのドクターモリカサだ。筋神から追放されたはずなのに、どうして。え、追放されたの。復帰したのか、マジで。なんということだ、この筋神に追放されたかつての絶対王者モリカサが帰ってきました。なんで追放されたんだ。まずいな、帰るぞ、カズカ。お、おう。一体何があったんだ。モリカサさん、え、キングちゃんと覚えてんだ。お、タクシー乗り場、アナコンドショッピングセンター追加された、ありがてー。やっぱ一回相場に行かないとあれなんだね、いけないんだね。ドラクエのルーラと一緒だね、そう考えると。さすが RPG といったところでしょうか。ハダス、すまなかったな、カスガ。感謝する。まったく、どういうことなんだよ。ちゃんと説明してくれるか。そうだよ、そこは知りたいよな。実は昔、俺はこの筋神の絶対王者、筋神マスターだった。かつての筋神は、今のように賭けが横行することもない、健全に腕を競い合うイベントでな。いや、出てるの全部筋文だろ。俺はそんな筋神が好きだったし、そのチャンピオンである自分に誇りを持っていた。だが、筋神委員会の連中が入ってから、筋神は純粋な競技の場から、ただのギャンブル工業に変わってしまった。筋神委員会、さっき変なお面みたいなのしたやつらいたでしょ。いたいた、まあ、あいつらのこと。こいつ喋り方クセ強えな。筋神で賭け試合を開催して金儲けをしてる連中だよ。支援者と呼ばれる不渡客のためにやらせ試合まで組み始めた委員会に俺は反抗した。そんな筋神はダメだ、真剣勝負の場を汚すなとな。その結果、俺は委員会によって筋神から追放されてしまった。あ、そういうこと。そんなことは。俺は筋神を健全な元の姿に戻したいと思っている。俺が愛する純粋な戦いの場としての筋神をもう一度取り戻したい。好きなんだよ、筋神が。もうおもちゃにされたくねえんだ。めっちゃピュアじゃん、筋神に対して。取り戻すってどうやって。そりゃもちろん、道はただ一つですよ。筋神マスター、チャンピオンになることです。あ、そういうこと？チャンピオンの力と影響力は絶大だ。チャンピオンになり、筋神ファンを味方につければ、委員会を追い出すことだって可能だ。でも、博士は追放されてるから戦えない。だから俺に代わりに出てほしいと。そうだ。頼む、春日。協力してくれないか。なんで俺なんだよ。それこそ総立さんとかにマネージャーを頼んでもいいじゃねえか。確かに。それこそ総立さんはファイターとしてはそこそこ使えるが、マネージャーとしては致命的に人望がないし器が小さい。それに結構バカだからな。いや、横で言うなよ。あんた結構ひどいこと言うのね。いや、相当ひどいぞ。器もでかいし
頭も切れる。何より誰とでも親しくなれる豊かな人間性がある。いやめっちゃ褒めるじゃんこっちは。マネージャーに最適な人材なんだ。だけどよ、今の筋神の運営陣は金をちらつかせて参加する多くの筋門たちの人生をも狂わせている。何人が不幸の底に突き落とされ、何人死んだかわからん。俺は筋門博士だ。筋門研究は世界平和のためだが、平和に暮らしてほしいのは一般人だけじゃない、筋門たちもなんだよ。いや人間だよあいつらも。あいつらのためにもこの不幸の連鎖を断ちたい。勝手なお願いなのは分かってる。だがお前しか頼れないんだ。じゃあ筋門一般人だけど言ってしまったら。分かったよ、そこまで言うなら協力してやろうじゃねえか。カスガ、いいのか。ねえ、詳しい事情はまだ全部は理解できてねえけど、あんたが悪い人間じゃないことは俺は分かってる。そんな人が頭下げてるんで協力しない理由はねえさ。いや結構横のやつめっちゃボロクソ言ってたけどな。ありがとう。え、絶対嘘じゃんこんなの。おいおいおい、そんなゴン泣きするなよ。だって嬉しくて。いやいや本当に。そんなに泣かれると私も涙が。え、おい芝居だろこれ絶対。しょうがねえな。え、いやって笑うパターンで言われて本当なのこれ。待って、筋神とやらに参加するのはいいけどよ、あれって筋門何人か率いていかないとダメなんだろ。なあ、スタメン3名、控えに三大3名、少なくとも6人は揃えておいた方がいいな。なるほどね。育ちさんと門下生の2人で今3人しかいねえから増やさないといけねえんだろ。どうやって増やせばいいんだ。そりゃあもうぶん殴って仲間にするしかないですね。本当に殴れ殴れ、暴力で全部解決だ。どういうこと。そんな荒っぽい感じなのかよ。無理やりってこと。まあちょっと極論すぎるが的外れじゃないな。筋門は基本的に自分より強い人間の言うことを聞く習性があるからな。習性じゃ本当だろこんなの。実際にやってみると分かりやすいんだが、お、あそこにレイドがあるじゃねえか。レイド？自分より強いやつと戦いたい、腕試ししたい強者がよく出没するたまり場だよ。関係者内ではレイドと呼ばれてる。春日、あいつらに声かけてみろ。マジ？え？俺が？ああ、レイドにいる連中は強さに貪欲、その分強いやつに従順なんだ。やつらにお前の強さを証明できたら仲間になってくれる確率はかなり高い。まあ騙されたと思って一度話しかけてみろ。そうだ、こいつを持っていけ。何？普通のお聖母？筋森聖母を伝え心を通わせる贈り物。何これ、なんだこれ、なんだこれすぎる。何これ。お聖母だよ。お近づきになるにはお聖母、これは日本人の基本だろ。交渉の際にこいつを渡せば多分大丈夫だ。多分。さあ行ってこい、筋門マスター春日よ。いや何なんだろうこれ。わかったよ。行きたくない感じがすごいよ今。まあ、行ってみるかとりあえず。じゃあこの赤いやつにするか。おい、お前強すぎるかね、どっちが強いか勝負しようぜ。リーダーをすぐ関数筋門ゲットするチャンスがきますと。お、レイドやまれにボーナスレイドが発生します。バトル後の報酬豪華な報酬ボーナスレイド。伝説筋門、伝説筋門レイド以上って何それ。戦ってみるか。よかった、消えない。よし行くぜ。はい、
弱っ。よし、よし、よし。もう勝負はついただろ。ハワイ市街でのバトル後、カスゴの通信に引かれたスズボンが稀に起き上がります。そう、スズボンを話しかけることで交渉はスズボンを蹴ってしまっています。仲間にできるかどうか、いかに正義を伝えるかを次第ですと、ほう、気持ちを込めてお世話を渡し、熱い思いを伝え、正義が続いたスズボンは仲間になりますと。へぇー、また来た。行くぜ。これは俺の気持ちだ、受け取ってくれ。な、なんだ、誘っているのか。どうだ、これ A ボタン連打バレンだ。お前をボスと認めよう。マジ、カバセボクサーってめっちゃ弱くねえか、冷静に考えると。スジモンゲットチャンス、おお。スジモンゲットチャンスで交渉するスジモンは常に街中で戦いを繰り返しており、経験値の多く得た状態で仲間を呼んできます。ありがたいね、捕まえに行っちゃうか。よし、スジモンゲットってやつだね。まあそういうことだな。さすがだな、カスガ。今みたいに倒した後に交渉できそうなスジモンが場に残っているときは話しかけて交渉するといい。オッケー。ただ、すべてのスジモンが仲間になってくれるわけじゃない。仲間にできるスジモンはこいつに乗ってるやつらだけだ。参考にしてくれ。おお、ありがとうな。スジモンファイタリスト。はい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 。わかった。で、集めたスジモンたちはどうやったら強くなるんだい？手元のスジモンはスジテインというアイテムを飲ませることでも成長するが、一番いいのはやはりスジモンバトルをさせることだな。スジモンバトルさせること。街にライバルのマネージャーがいたら対戦してみるといいだろう。あ、そういうこと。どんどんライバルを倒していけばお前のマネージャーランクが上がる。ランクが一定まで上がると四天王たちに挑戦する資格を得ることができる。なるほどね。チャンピオンのキングと戦うにはまず四天王を全員倒さないとダメだ。普通に大変そうなんだけど。遠くなる話だね。いや、そうだね。俺もちょっと思っちゃった。おお、まあ、だったわ。私もいますし、楽勝ですよ、楽勝。いや、もう一番なんか死んだりきない。四天王もキングもぶっ倒して、ザギンでシースーでも食べに行きましょうぜ。そうだな。よろしく頼むぜ、育ちさん。あと、筋紙用のアプリも入れといてやる。ここでいろいろな情報を得るといい。え、情報？わかった。とりあえずやってみるわ。生息地域とか分かる。すまないが、よろしく頼むぞ、カスガ。まあ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 、たとえ進む道が火の中でも毒の中でも、おっさんのブリーフの中でも。いや、汚すぎるだろ、そう。なんか毒じゃねえか、完全に。嫌だよ。ほんと嫌だよ。まあ、そう言うね。とにかく頼んだぞ、カスガ一番。ああ。ジボンバトルか。またとんでもないものに巻き込んでしまったな。だがなかなか奥が深そうだ。時間を見つけて、スジバトルの育成頑張るか。マネージャーランク。おーね。ルーキー、ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナね。なかなかあれじゃない？ミニゲームめちゃくちゃ多いな、今回。サブクエルあればすごいね。悪かったな。落としてしまった。ほんとお前飛び巻き込まれやすいんじゃないかな。好きで巻き込まれてるわけじゃねえんだよ。そうはね、楽しそうだったけどな。もう勘弁してくださいよ。さて、そうそう待ち合わせ時間か。そうだな。だがまだ買い物食いに行けないし、ここで店を覗いていかねえか。確かに。ほら、あのお店とかいろいろ売ってそうだぜ。ああ、そうだ、予約もしてから第5地検もどうするか。レベル推奨量13、推奨装備2以上。調子出てきたな。大変そうなんですけど。何これ、なんだ。あ、スジモンバトル。え、外入れるの？あ、だって、え？どういうこと？
普通に入んねく一緒に。え、なんでなんで、データだけ戦ってんのこれもしかして。ちょっと待って、ホログラフィックってことこれ。たわげたな、とんでもなく、もしかして高等な技術が使われてるのかこれ。準備はいいか、全力で行くぞ。アイザック、行くぜおめえら、突撃。さあ楽しんでいこうぜ。はい、っさあどう来る、行くぜ。渾身助け、なかなか痛いじゃないか。すんごい、はい、ナイスな一撃だ。ハイスチック、いいね。これでどうだ、お母さんはどういう感じなんだろうね。こいつで、はい、あ、全然効かないんだ。じゃあ技打ちちゃうか。いい面構えだぜ。ヨーカムフック。どうだ、決着だ。はい、ダメージ。あ、めっちゃ借りくれる。いいね。あ、で、こっちより目上がるんだ。スジモンガチャ。なかなかいっぱい集めそうだね。うん、喜んでいいのかちょっと分かんないけど、たくさん集めれそうでもある。なっ、バカせ、気が緩みすぎた。何でもできそうな気分だ。 OK OK。 これちょっとレベル高いからだな。はい、アローファ、バッとタケー、なんだこれ、レベル6、おかしい、狂ってるよ。値段やばない？へい、アロハーだほろ。いやー、お、アロハどうだ？おぎょ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 、いいよ。はいはい、やるぜ。俺の番か。はい、こけろ。野球してか。え、出直してきな。これが俺の真骨頂。いやいや、あいつ、あ、逃げてすんだこれ。あ、こういうのもあるんだ。はい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 。あ、どこだっけ、ここだっけ。結構いろんなショップあるよね。エルハーゴルフクラブ、ラチェットレンチ。え、強くない？ラチェットレンチ持ってんだ。はいはいはい。Thank you。オッケー。待って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 、ストーリー。ボール欲しすぎ、バロタ。まだ出ないこれ。あ、ゲームセンターね。オッケー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 。花君だってゲームコーナーもあるのか。どんなゲームがあるんだろう。お？チーネコぬいぐるみ？もうしょうがねえな。チーネコ？うん。うん、チーネコじゃないね、これは。
使ってた通常あったあったあった。何これ、招待券ガチャ、伝説のスジモン。おう、回してみるかスジモンガチャ。来いスジモンたち、やばそう。もう完全刑務所上がりでつけねえじゃんこんなの。ファイターナンバーズ辻神覚醒員キースジェット、スタンダーにいました。やったぜ、これからよろしくな。え、いや強そう。5000ドル、え、高っ。なんこれ。普通に高いの割れる。オッケー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 、やばいね。いやこれででも服屋か、服屋。アロハ。343。オッケー。Thank you。お金なさすぎ、ワロタ。フリグラ？アロハ。Thank you。あ、フリじゃないですね。いや、てか高すぎですね。オッケー。お値段が尋常じゃないんですけど、それもこれも。ちょっと、スジモン買ってきてくれ。あ、だって、はい。あ、ダメだったか。さっさと始めようぜ。よし、やるぜ。ガツンと行くぜ。行くねー。はい。俺の番だな。もらった。あ、しまった。どうに攻撃されたな。はい、やっとボス。ウィーン、オッケー。さあ、ここ抜くわ。アロハ。アイアンハット、いいですね。250ドル。まあいいでしょう。まあ、カスがやられるとまずいからね。とりあえずカスタ狩られないでしょうか。このレベルだったらまあなんとかなるんじゃないかなと思うんですけどね。さあどうでしょうね。いや、こと俺の番だな。もらった。はい。俺の番か。終わらせる。はい、オッケー。俺の番。ほら。よし。どうだ。いけたか。いくぜ。ほい。まあこれで行ってみるか。とりあえず。お、どうぞ。お土産屋さん。アロハ、オウェイ。エルスカー。Thank you。 いやー、これでもお金足りないね。まあ、豪華商品ちょっと上なんだこれ。ほう、これは大道具やってる人に似合ってるけど、やっぱウクレっていうのも人気なんだな。というか、あの人が特別人気あるって感じか。ステージまであるし、プロなのかな。俺もちょっと思いっきり聞いてみようか。 You don't listen to the rock。 まあそこはもう置いといて、今回は気合い入れる。オーケーオーケー、これね。オーケー行こう。
行ってみようぜ。これどうなるんだ、どんな感じなんだ、めっちゃ今気になってる。ここから？ん？え？クイズってどれ？ちょっと待って、クイズ？はい、アナコンドショッピングスにいる鬼をかいくぐり、地獄を巡らせてゴールへ向かい、制限時間6分以内にゴールへ着くとクリアとなりますと、フロアにはクイズさんと複数ミッションが用意されており、点在するノートパソコンにアクセスすると挑戦できますと、ミッションをクリアするほど商品が公開、積極的に挑戦しましょうと。じゃあ行ってみようか。何見てんだよ。ガンつけて泣き言言っても遅いぜ。上がってきれ。謎の男、はいはい。これね。受けてみろ。はい。待て、あ、お、ピシグルだ。トゥルーセレクトパウンはアルクスプに行かれてる。何これ、全然知らない問題なんだけど、そういうこと。んだてめ、ぶっ潰す。いや、ここ当たんのかーい。はい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 、こういうねクイズがあるわけだ。こうやって、いやでもこれなんだ、文句あんのか。ストレス。いやいや待て待て、さっさと始めようぜ。よしやるぜ。あるか、あーなるほどね、一応奥にあるわけだ。はい、問題です。トロソーは何のお店。帽子屋8931、赤い箱8931。何、赤い箱、え、あ、向こうがあるわ、なんか赤い箱。よくわかんないが行ってみよう。8931エンター。おおめでとうございます、3ポイント美味しい神々。えぐ、180MP やばくない。ガンつけてんな、行くぜ、さっさと始めようぜ。謎の男来たか、俺の番だ。オッケー、行って、はい、20秒前ですね。オッケーオッケーオッケー。おいおいおい、ガン飛ばしてくんじゃねえよこのメガネ。ちょっと待って、いや俺のメガネか。はいはいはい、オッケーオッケーオッケー、いいよ。やべやべ、何見てんだよ。いや待ってくれ、俺の番だ。いやゴールできなきゃやばいな。何見てんだよ、邪魔だって。覚悟しろ。何これ、こんなにいんの。よしやるぜ。何見てんだよ。あのね、あ、これでいいの、やれたかこれ。いやどうだったんだろうな、わかんねえな。時間ギリギリだった気がするけどな。よっしゃゴールだ。素晴らしい。え、何、なんかもらえるこれで。ん、なんだ。おめでとう。おめでとう。なんなのこれ、すがすがしいのこれ。
おめでとう。なにこの感じ。めでたいですね。めでたいんだ。おめでとうございます。おめでとう。え、スタッフ少なくない？ ありがとう。いやそうだよな、タジタジになっちゃうな、こんなの。え、改めまして、春日さんお疲れ様でした。あ、お疲れ様です。突然のピンチヒッターにもかかわらず素晴らしい取れ高でしたよ。ナイスファイトだったよ、春日さん。春日さんの必死の逃亡劇、見てるこっちも手に汗握ったよ。いや、本当？それよかったけど。まあ、なんとかゴールできたな。もっとクイズとか解けたらよかったんだろうが、なかなか歯ごたえのあるイベントだったぜ。そこは参加者に判断が委ねられるところですからね。こうしてクリアされたということで、ナイスジャッジって感じですよ。よかったよかった。それったら番組としても取れ高は十分だし、ほんと助かったよ。これは約束の商品ね。何、装備？銀の皿か。でも今回の放送は盛り上がりそうですね。一般人枠にニュースターが現れたわけですし。なんか銀の皿とか言ったら装備変えるんじゃないか。あ、来年の番組さ、復活のミスターアナコンダ川本さん VS大型ルーキー春日さんって銘打ったらもっと盛り上がるんじゃないか。おいおい、勝手にもう番組振り込まれてる。それ激アツっす。企画書の叩き作っておきましょうか。おいおい、俺はあくまで今回の代打だ。それに出場審査やってるってことは他にも出たい人は多いんだろう。だったらその人たちを優先してやってる。めっちゃ正論。まあそれは確かに謙虚っすね、春日さん。でも、もしまた出たくなったら、ぜひ応募してください。春日さんだったら、出たくなったらな。きっと審査だって勝ち抜けますよ。まあ、気が向いたらな。でも、当分は遠慮させて。え？自転車でアメリカ大陸横断の旅に参加予定だった米倉さんが、自宅緊急入院？サドルに座ったら死ぬレベルのヤバさ？マジ？アナコンダエスケープに続く名物番組になるはずだったのに。とんでもないイベントじゃない？それでも。ああ、春日さんさ、自転車好き？いや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 。やらねえからな。プロデューサーエスケープさせていただきます。あの、そうか、銀の皿とか売ってあるか、金になるか、装備買えるのか、ワンちゃん。装備欲しいな、これ。What kind of shot is this? What's up that way? 体が軽いな。売れるか、もしかして。アロハ。いや、売れねえか。どっか売れるとこねえか、売れるところ。アロハ。オーケーオーケー。Thank you. アロハ。いや、さすがに売れてこねえか。こりゃ参ったな、売れてこねえか。待てよ。ピーター、アロハー。試合みたいなのねえかな、ここ。ドングコート、え、強そう。Thank you. うわー、これ欲しいな。あぶね。あ、こっちじゃないか。Hello, hello. どうだ。アロハ。いや、売れねえか。Thank you for... どっかないか。売れるところ。本当にないか。アロハ。アロハ。物買ってください。
ここ来たじゃない？アロハ。来たパーカー、もう着ないか。はいはいはい、ゴーグルスをね。はい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 。武器関連はちょっとあれだよな。数可能性あるもんな。そう考えるとちょっと売れないな。Thank you. Aloha. お。神尾さん安っ。武器を作成。素材なんだこれ。これは使い道はない。なかなかないね。これはいやーエイメイクラ303ドルか。調子出てきたな。ちょっとお金少なくない？普通にお金苦しいワロタっていうことなんですか？とまあでもこのコンビ行けることないか。俺の番だ。ガツンと行くぜ。はい、俺の番だな。やるのか。オーケー、これで、はい、タイヤローリング。へい。何、当たってないやって。手数がいるな。はい。まず一発。やるだね。はい。行くぜ。ダメですな。はい。ほい。まあこれでいってみましょうか。というわけで、じゃあ次回は第5地区に乗り込むところからスタートということで、お楽しみです。それではまたよかったら見てください。ミントセッサー、よければチャンネル登録もお願いします。またね、バイバイ、 See you。